皆さんこんにちは。レンチを発明した黒住明です。レンチはどのようなものかというと、このね、お箸とスプーンを合体させることによって、お箸ではできないすくい取るといったことですね。挟み込みながらすくい取る、その上で液体なんかもね、こうすくったりもできるということでね、非常に便利ですよと。で、すくうだけでなくって、今度このね、こちら側のお箸側はナイフフォークという呼び方もされるんですが、こちら側で切ることもある程度できれば、ほぐすこともできたり、まあさまざまな食べ方ができるんでね、ナイフとフォークとスプーンとお箸とね、そういったものが全部この食具の中にね、機能が含まれているということでね、万能食具というふうな評価を受けているわけですが、ですね、最近っていうか、何ヶ月か前からね、非常にね、まなみくんが意地悪をして、食べにくい魚なんかをね、こう調理して、これで動画を撮れなんて言ってね、無理難題ふっかけられちゃって、ほとほと困ったんですけどね、実はですね、これは100円ショップのね、スプーンを加工して、こういう風なものを作ってるわけなんですよ。ね、だから、実はね、レンチョというのはそうではなくて、本物は明る姫様がね、お作りになったものを私なんか愛用をずっとしてたのに、突然この100円ショップで作った廉価版の方で食べる動画じゃないとダメだと、本物のレンチョは動画撮影して YouTube にアップロードしてはいけないなんて言われたものですからね、慣れないものを使ってね、まあ食べたもんだから非常にこう見苦しい動画になってたりしてね、皆さん、レンチョって実はこんなに食べにくいのってびっくりなさった方もおられると思うんですよ、ね、本当は非常に理想的なものなのに。で、それではいけないということでね、まあ今回の動画では、レンチョの特徴がねよく出るように、お弁当、オムライス弁当というのを用意してみました。さてですね、まあそれではね、お箸を使ってまずね、挑戦してみましょうか。どうなるか、お箸でこうオムライス弁当を食べると、一般にね、お茶碗でご飯を食べるというのは、お茶碗を口のところまで持ってくるから簡単なんですよ。ところがね、オムライス弁当のようなものっていうのは、こう手で、左手で持ち上げるわけにいかないので、お箸だけでこうご飯を食べなきゃなんないんですよね。やっぱりね、すくい取るのに苦労してます。今もうほんのちょっとしか、すくい取れませんね。もう見て落ちちゃった、お分かりになると思うんですが、ようやく2本のぼっきれの上にご飯が乗ってるかなということで、口のところに持ってほんのちょびっとずつしかね、ご飯が取れないんですよ。これね、お弁当の場合にはお茶碗と違って口元まで持ってこれないから、もうほんの少しずつしか口に運べないという、まあこれはもうどうにもならないですね。それに対してこのレンチョの場合には、もうこうスプーンの機能でバサッとすくっちゃいましたよね。おいしいおいしいおいしい、いい感じね。こうやってほぐしておいて挟み込むようにするからいいです。ここで止めてね、お箸の方で止めて、スプーンで寄せながらすくい取るという形になるので、こうあれあれ怒ったけど、まあごめんなさいね、まあ非常にこう量がね、パカッとすくえるわけですよね。いつも簡単にパカッと量をすくえるというところが非常にいいわけですね。これはお箸ではできないことですよ。特にこういうお弁当の場合、まあおいしいおいしい、お弁当の場合にはね、口に運ぶのに、ご飯を口に運ぶのにお箸では苦労するところが、レンチョでは非常に簡単にできるということです。さて次、カッティングですね。本物のレンチョはここのところにね、ここのところにナイフエッジがついてるんですよ。刃がついていて、今のようなことをすると人差し指のお腹がね、切れてしまいます。でね、これはその安全性を確保するためにね、口の中がこれ切れたりしないようにするために、
ナイフエッジをつけてませんが、それでもこのね、こういったものもある程度こうサクサクカッティングできますよね。でほぐしていけますよね。ね、これお箸ではできないことです。やはりレンチでないとこういう風な形でカッティングするねことはできません。刃がついてなくてももうこういうものはある程度切ることができるのがレンチの特徴です。うん、うん、いいですね。うん、おいしい。うん、お箸に比べては何倍もの量を簡単に、うん、挟み込みながらすくい取って口に運ぶことができます。これは、うん、うん、お箸ではできないことです。うん、そういうわけで、うん、うん、非常にメリットがあるわけですが、さてスパゲッティなんかもね、これをね、うん、ちょっとお箸に持ち替えてみましょうか。お箸でやるとね、スパゲッティは大変なんですよ。まあ想像つくと思うんですが、これ、ね、長くなるんですよね。ね、15センチぐらいの長さになっちゃってるんですよ。だから口に運んで、うん、うん、うん、食べるまでね、口の中に入れるまでが大変なんですよ。ところがレンチョの場合にはね、うん、こうちょっとここで整える工夫は必要ですが、長く垂れ下がらないようにね、挟むこともスプーンとのを利用してね、こともできるから、あ、ちょっと今長くなっちゃった一本だけ、うん、ごめんなさい。うん、うん、ただね、レンチョの方が本当にね気が楽です。うん、ね、こうやってでね、スプーンだけだといいです。スプーンだけだとこれをすくい取るのに、ここのエッジの部分ね、端まで寄せないとダメなんですよ。まあ端まで寄せればね、こうすくい取って口に運ぶことができますが、レンチョの場合にはいいです。スプーンだとここの端っこまでこう寄せていかないとダメなんですね。寄せてって初めてこうすくい取ること、すくい取ることができるわけですが、だからレンチョの場合にはね、そんなことしなくてもこの辺りですくい取れるんですよ。だからね、狙ったものをその場でこう挟み込むようにしてすくい取る。ちょっと今ご飯がばらけてなかったね。わざわざこっちまで端まで寄せてこう引っ掛けるようにしなければね、お皿なんかの場合もそうです。縁で引っ掛けるようにしなければすくい取れないスプーンと違って、もうここでこうパッと一瞬ですくい取れるんですよ。その分だけね早いんです。素早くすくい取ってこっちまで持ってこれると、そこも現状の非常に大きなメリットでね、お箸だけでなくスプーンも OK だよと。スプーン、お箸だけでなくってスプーンよりも優れてるよとね、いうことになるわけですよ。これはもう全然能率が違うんですよね。なんかちょっと逃げてますね今ね。うん、なんだこれ。あー、そうかそうか、なるほどね。ちょっとね、ここら辺の構造上のカーブを描いてるところにね、うまく引っかからないとダメなことがあってね。うん、湾曲してるから食べ物は逃げにくくなってるんですが、それでもね、この塊がねちょっと逃げようとすることはありますね、レンチョでも。ただスプーンですくえる分だけ逃げにくいのは確かです。これ鶏肉ね、うん、ちょっと私が鶏肉の形状を、実はちょっと私の目は不自由でしてね、右目の方が、うん、そういうこともあって、まあいつもは甘さとシステムのサポートを受けてるんですが、今ちょっと視覚サポートを受けてないのでよく見えてないところがあってごめんなさい。鶏肉だと気がつかなかった。うん、本当はこれもスマートフォンのカメラではなくて甘さとシステムのカメラで撮った方がね
揺れなくっていいんですが、あの YouTube にね、天里システムのカメラの動画をアップロードしてしまうとね、カメラの特性が全部あの全世界に向けてバレてしまうんですよね。それとセキュリティの上の問題なんかも発生するわけですよ、あの偽動画をね作られたりしてカメラ特性が一致するから、これがあの証拠だなんていうことの話になってしまっては困るのでね、防犯上の理由からあの伏せてある部分があるんですよ。そういうことでちょっとまあちょっと不自由してますけど、さてスパゲッティも、ごめんなさい、でですね、これ人参なんかもお箸だとなかなかカッティングできないのがね、ちょっとやってみますが、あら、刺さっちゃった、ごめんなさいね、目でよく見えてないんでね、天里システムのサポート受けないとダメだな、やっぱりな、私はな、目が不自由だからごめんなさい、普段はこんなことない。ああ、それでですね、今のようにここのお箸じゃなくってね、ナイフだナイフだってこれ私が呼ぶのはこういうことなんですよ。カッティングできるからなんですね。人参のこうした似た人参ならばこうやってね、レンチになったらカッティングができるわけですよ。こういうのもやはり万能食具と言われている理由ですね。普通のお箸なんかではできない、ナイフスプーンと言われてナイフ機能も持ったスプーンというのは市販されてますからね、それ使えば似たようなことはできると思いますが、おいしいおいしい、さて、ね、こういうものもお箸ですくうよりもガパッとポロポロせずに食べていくことができるんでね、非常に便利です。さてで、まあ便利なんですが、もう言い残したことはないかな。ちょっとね、頭の中が整理できてないのと目がうまく見えてないので、それでですね、何言おうとしてたかごめんなさいね、まあ急に頭の中からちょっと今複雑な数式を頭の中でね計算している最中なんで忘れちゃったな、ちょっと意識容量が足らなくってオーバーフローしちゃった、まあ美味しいからね、食べながら頭の中で複雑な計算して、しかも動画解説までやってるとなるとややこしいから、整理整頓がつかなくなっちゃいましたけどね、でこれで目が見えてりゃいいんだけど、それからですね、私がねレンチョのこっちのお箸のことなんかもね、お箸だのナイフだのって言ってあやふやで定まらないことを言ってるんでおかしいんじゃないかって思う人もいると思うんですが、ね、しかもレンチョと言わずに最初の頃はこれスプーン箸とか言って名前も付けていたんですよね。これはバッテリーが切れるからちょっとまあここら辺までにしておきます。あとは文章の方でね解説します。じゃあ失礼します。ご視聴ありがとうございました。